の武将、いわゆる天下一の武将になってほしいという願いを込めて3と1をかけた手締めとして伝えられています。一番前の方に今エビちゃんがいますので、エビちゃんに合わせて僕じゃ絵面が悪いんで子供たち、子供たち、はい、小さい可愛い子供たちと一緒に手締めをさせていただきます。一回練習したいと思います。お手を拝借と言われましたら手を前に出してください。で3回手を叩きます。ポンポンポン、よーおポンですね。いいですか、一回練習してみます。じゃあエビちゃん掛け声お願いします。それでは皆さんの、旅の安全を記念いたしまして、お手を拝借、よーおよーお、これ練習です、はい、では本番の方行きたいと思います。盛大でお願いいたします。それでは皆様の、旅の安全を記念いたしまして、お手を拝借、よーよー、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。以上をもちまして1回目の方の演舞を、1回目の演舞の方を終了させていただきます。午後から雨の方が心配なので、少しもしかしたら時間が早まるかもしれません。